はい。皆さん、おはようございます。これはもう非常に基礎です。まず、この辺でね、確認ということを兼ねていきましょう。三角形 ABC において、2辺と角 B についてのサインが分かってますよ。この辺りで、これぐらいの図は書きましょうね。AB が8、BC が6。そうすると、あの B、角 B というのが、 間の角なんだっていうことが分かりますこの2辺と間の角という,う条件はですねとても強力なものでしてね三角形にとって、えー、いろんなことができますよっていうところを見てもらいたいで、えー、先見るとそまずコサイン b 出しましょうねサインからコサ c コサインを出すもう頭浮かんでますねコサインが出れば AC 出るよね2辺と間の角 もう予言定理って言葉が浮かびますね、えー、図は書かなかったですけど外説演の半径これはもう正言定理って名前が浮かんでますか公式の名前がねちょっとここにね、えー、空欄改変って書いてありますけど、えー、昔のまセンター試験皆さんにとってこれから共通テスト、えー、桁数がわかるようにねカタカナになってると思いますけどここではあえてね、えー、そうしませんでした え、桁数もわからない、式の形もわからないまんま書いてくださいということです。ね。えー、さて、こんだけの条件分かって、ここで問題終わるのもったいないので、サプリメンツ、まあ、補充ということでね、えー、載せときました。これで、ね、面積出るだろうね。だから面積絡むんですけど、も水線の長さっていうのもしばしば話題になります。まあ、こういうのも付け足して、えー、やっていこうと思います。 それでは、えー、まず行きましょう。コサイン b。サインから cos を出す。これですよね。事乗を足す事乗で1になるから移行してこうやって1から引くということでいいですか代入して計算しました。16の2乗はそのままでいいですね。この16が生きてきます。さて、次は平方根。平方根の時はね、符号を気にしてください。 平方根はプラスマイナスルートプラスマイナスを忘れないでくださいで両方なのかなプラスかマイナスどっちかなのかを判断するわけです条件によってで今 B が鈍角ということ9 0り大きいゆえコサインはマイナスともう一気に書いてありますこの辺ちょっと確認しておきましょうまず定義ですね A 角の時は同型と言われる線分 OP がこっちに来ますと 鈍角っていうのののはこの Y 軸の左側にきますとで今この状態で、さあサイン、sin、c o s ン n t a n g e n の、ね、定義、ここに書いてありますが、コサインは r 分の x。r はいつもプラスです。で、x っていうのはこの先端の x 座標なんですけど、まあ、もちろんマイナスですね、左側に出るから。で、僕はね、この r 分の x ってこういうふうにね、えー、線をなぞるようにやるんですね。 えー、まあ、とにかく左に出てくる x はマイナスです。ということで、x がマイナスなら当然 cos もマイナス。x の符号と cos の符号が連動する、一致するということです、まあ。このようにちゃんと理解しておけばね、いいと思います。はい、また戻りましょう。ということで、マイナスなので、えー、もうマイナスルートで書き始めてます。はい。えー、16生きてますね、こうやってね。ここまでい,いいですか はい次に AC を求めろということで2辺と間の角の cos が出たんでもうこれはすかさず予言定理ですね AC の2乗は8と6のね2辺葉っ64ぱ646636足してマイナス 2×2 辺 ×cos 間の角とこう来るわけですね代入して 約、えー、分できてちょうど154と整数になります。で、センター試験だとね、3桁になってるはずですから、このままポンとおそらく入れるでしょう。で、今ここはこの桁数がわからない状態のね、回答欄にしました。そうすると、154っルートの外出せんのかな、何か。そうしたらもうすかさず迷わずですね、もうどんどん割っていきましょう。2で割れます。2×77 だから簡単ですね。7×11 で。 今後の外に出せるものはないっていうことはこれではっきり確認できますちょっと自信持って答えかけますねここまでいいですかはい、えー、で次に外接円の半径です改めて図の中にこうやってねルート154書き込んでおきましたこんだけのネタがあれば外接円の半径も出,す出ますねでその制限定理っていうのは向き合って いて、ねえー、ちょっとこれももう一回確認のーページで見ておきましょう。これの下の方に、はい、制限定理、書いておきました。3つ分数が並んでます。A と A、B と B、C と C。このアルファベットは、向き合っている角と辺という約束で記号をつけてある。そういう暗黙の了解のもとで、 え、作ってある公式です。ですから今 B と B が分かってる。ね、これ向き合っている一組の角と辺が分かれば、この分数が確定しますから、それとイコール 2R と結んで半径が出せるね。と、まあこういうことなんですね。はい、また戻って。ということで、この B を使います。コサイン b 分のまあ AC が、まあ 2R イコールから書いてますけど、代入します。 でこの辺り、計算大丈夫ですかこの分数の中に分数が入っている。いわゆる半分数ってやつですけど、これ、どうやってるかっていうと、目で見て、えー、追ってできるんですけど、これ、分母、分母全体に、えー、これ分母全体に16をかけて、分子にも16をかけてるんです。ちょっとその辺りを書き込んでみましょうか。ここ、16かけますね。分子全体にも16かけますね。そうすると、もうこれはこうやって訳せちゃって、 5ルート7分ので16ルート154でというふうになってます、えー、さらにこっからここまで大丈夫ですかルート7をかけて有利化してありますだから分母はこれでいいですね5735これはねかけ算はね後回しで結構です約分が待ってますでこの1547がいきなり出てますけど大丈夫ですか 先ほどね 2×7×11 こういう計算をちゃんとしとけば役立つんです。えー、ルート √7 をかけるということは、まあ、ここに 7×7 っていうのがね計算されてそれが√の中で 7×7 だから7が1つ出てくる。で結局√の中に残るのはこの 2×11 の22だけであると、まあ、このあたりと絡めてさっさと7を前に出した。でこの7が約分できてっていうことですね。 はい、で、2で割るのを忘れないようにね、この 2R でね、答え出てほっとしちゃっていけないえ。センターなら桁数分かりますけど、今のように、うというね、ひとまとめの答えだと、このまま答える人も多いんじゃないかな。ね、2で割るのを忘れないようにしてください。ここまで、いかがでしょうか。はい、えー、それではサプリメントの方いきましょうかね。 三角形 ABC の面積を求めようということでこれはもうその最初の条件だけで出ますね2辺と間の角のサインが分かっているでもこれはすぐ答えを見ましょう2分の1かける2辺かけるサイン間の角ということで代入してそのままですね約分してこれは問題ないですねで次の垂線 BD の長さということです 先ほど AC の長さ出ました。ルート154を書いておきました。で、B から水線を下ろしましたと。BD ね。この長さを出してくれということです。これは先ほどの面積を利用するんですね。あの先ほどはサインを使ったあの面積出しましたけれども、えー、もう一つ。このルート154が分かってる。この AC を底辺としたときに BD は高さになるだろう。 もと三角形はもう小学校以来、底辺かける高さ割る2と。これでも先ほどと同じ結果になるはずだということですね。この,このね、えー、これと同じ結果。で、それがここに書いてあるわけです。1 2分の1る a c 底辺かける b d 高さ割る2、ねえー、これでもいいだろう。で、文字のままちょっと変形してあります。ゆえ BD は2倍して、三角形を2倍して AC で割ればいい。 でここで初めて代入してるんですけれども、ちょっと飛ばしてありますね。この面積2分のってやつと、それからこの2倍でもここでも最初から約分してあります。ですからここは15ルート7だけ。で、その先ですね、えー、ここも約分大丈夫ですかね。まだ有理化は完全にしてないんですけれども、えー、何やってるかっていうと、 先ほど、100、ルート154。154っていうのは、えー、ここでやりましたね。2×7×11 なんです。ですから、こいつは、言ってみれば、ルート 2×、ルート 7×、ルート11なんだと。こいつはね。で、そうすると、まずこれ、ルートなので割っちゃえと、こういうことをやってるわけです。は、分ですね。まだ有理化より以前に、 ルート7での約分と、まあ、こういうこともできるようになると、154分ので、しかも上で 7×154 を計算してなんていう桁を大きくしてやることは避けられますね。早めに約分できるときはしといたほうがいい。でこれでルート22なんです、はいで。ここで初めて、えー、有利化してやりますと。でまあ、ここで答えマークつけてました。つけましたもうこれでもういいんじゃないかなと。 ね、中学以来、分母はよりかしろと言われたかもしれないけれども、まあ、別にこの場合はこれでも十分、ね、約分できるわけじゃなしということです。いかかがでしょうか